はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。不動優勢です。さあ本日なんですが、皆さんはシューティングスタードラゴンとかいう最強モンスターをご存知でしょうか。このモンスターですね、効果で、一ターンに一度デッキトップ5枚めくって、その中からチューナーの数だけ攻撃できるっていう、なんか劇的にやばい効果持ってるんですよ。でこれをですね、チューナーのみのデッキで作った場合、絶対5連打が確定するっていうデッキがフルチューナーシュースターっていうデッキで、今回はこれを作ってきました。これもともとね、カードキングダムさんのね、動画で何年前ぐらいだろうな、もうすげえ昔に、見たことがあって、で、まあ、それの、まあ、ちょっと、マスターデュエル版というか、まあ、あんま変わってないけど、デッキの、そのなんか動かし方みたいなのは、ある程度はちょっと、やっぱルートが、まあ、確立されてきて、まあ、暴天荒とかガイザーとかを使ってね、シンクロモンスターが結構いっぱい並ぶようになったので、まあ、ちょっと強くなってますね、ルート的に。今回は、まあ、チューナーのみを使って、で、まあ、ハリーファイバーとラドンを使い、シューティングスターを出して、で、シューティングスターで5連打確定して、スターダストミラージュを、プラスラッチシドさんにお見舞いしていくという、まあ、そういうデッキとか動画ですね。で、まあ、シューティングスターの隣にですね、だいたいバロネスかサベージが立つんで、まあ結構強い、普通に。で、ガイザーの破壊とかバロネスの破壊もあるんで、相手の場面も崩壊していきますし、で、なんとチューナーモンスターには強いモンスターがいっぱいいますんで、ひたすらにね、誘発娘で相手の先行を妨害しましょう。まあ、ウサギであるとか、ウララであるとか、まあ、サクラであるとか、シグレであるとか、こういうモンスターたちを使って、相手の展開を妨害していきましょう。で、先行相手がなんかクソラコ盤面になったところを、こっちはハリアドン通して、まあ、かましていくというね。まあ、そういう、まあ、デッキになっております。まあ、ちょっとやっぱ誘発貫通能力がなかなかないので、ハリファイバーとラドン取んなかったら、まあ、展開できないんで。なんで、ちょっとその辺が難しいところですけれども、まあ、相手の盤面を崩壊させた上で、ラドンハリが通れば、確定できるんで。まあ、勝率そんな高くはないけどさ、まあ、かなり面白いデッキになってるかなと思うので、最後までね、展開の方法は動画内でやってるんで、見ていただければなというふうに思っております。早速、スターダストミラージュクオレンダーやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。はい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 、サヨシグレで止まってくれないと困りますね、相手の方。お相手の方、新しいさ、このさ、フィールドいいね。このなんかポップな、このなんか海物語みたいななんか海物語みたいなさ、このポップなやついいよね。お、なるほど、リクンビシュだ、赤章かな、ハリファイバーか、はい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 、ハリファイバーか、ハリファイバーはサヨシグレで止まってくんないと困りますね。墓穴されたらもう展開できない。ちょっと頼む、止まれ。ちなみにこのデッキね、相手の妨害一応手札誘発あるんだけど、その自分の展開を通す貫通札みたいなないんですよ。なので、まあそれが一番きついところではありますね。さあ、エンドフェイズ、ああ止まってくれたぞ、ワンチャン止まってくれたぞ。天下さん寄ってるか、あの手札いくんいらねえな。とりあえずデブリドラゴン召喚するか、サヨシグレで召喚できるな。とりあえずデブリドラゴン召喚で効果発動。さあデブリドラゴン効果によってサヨシグレを蘇生したいか、なんかあるか、なんかあるな、何かがあるな。ハリファイバーか、オッケー、いいだろう。ハリファイバー効果、いやでもまあここで飛んでくるのは多分暴天荒とかそっち系でしょ。まあ、ロイ級とかでもあるかもしれないけど、じゃ あんま大して強くないと思うんだよね。あ、暴天荒ね、オッケー。暴天荒、まあ、一応守備高い。一応守備は高いが、とりあえずサヨシグレ出していく。で、暴天荒効果で何かしらのカードをサーチしていくのはいい。オッケー。把握。いや、これありますよ。相手なんか、言うてこれ暴天荒で、に変身するしかないとかいう、なんかクソラコ展開してるんで、こっちはデブリドラゴンとサヨシグレでリンク召喚して、ハリファイを出していく。オッケー。これはなんかカードキングダム大先生の動画でなんか、このルートやってたから俺も見た。あの当時、リンク召喚が追加されて、なんかフルチューナーデッキ爆弾みたいな、あの動画感動したもん。まあ、これがね、マスターデルでもできるってのは素晴らしいですね。まあ、ちょっと若干ルート、なんだろう、回路しましたけど。さあ、現状機アウロラドの効果によって、遠くを3体生成。ピロッ。ピロッ。よし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 、いいぞ。そして文房具001の効果発動、文房具001は自身を特殊化できる。そして幻獣機アウローラドンの効果を発動、
ここでアイルオラドン自身と、オライオンをリリースして、オライオンじゃねえや、文房具001をリリースしてオライオンを特殊召喚。はい、そして幻獣機トークンとオライオンでリンク召喚。さあ俺様も暴天荒を出させてもらうぜ。シンクロデッキのお供ですからね、このモンスターちゃんに。行け暴天荒。そして暴天荒の効果活動しちゃダメなので、流星が引けてる、引いちゃってるときは、暴天荒の効果としちゃダメで、どう猛なる牙をその銃弾に返り撃ち抜け。シンクロ召喚現れろ、バレルロードはサベージドラゴン。そして暴天荒の効果チェーン1、そしてチェーン2、バレルロードサベージドラゴンの効果発動。バレルロードサベージドラゴンの効果により自分の墓地で存在するリンクモンスター1体を、自身に装備しカウンターを3つ置く。そして暴天荒の効果によりデッキより微風を特殊召喚。そしてレベル3の幻獣機トークの2体にレベル1の微風をチューニング。シンクロ召喚行けガイザー。そしてガイザーの効果発動。ガイザーの効果によりお互いのフィールド上のモンスターを全部っぱして、そしてチェーン1ガイザーの効果、そしてチェーン2リフンの効果を発動。自身を特殊召喚し、さらにガイザーの効果によりデッキから幻竜族モンスター1体を特殊召喚することができる。暴天荒の効果いいだろう。暴天荒が破壊されるとデッキから流星モンスターを特殊召喚できる。坊やくしくも同じ構えだな。坊やくしくも同じ構えだな。無効にする必要はあんまない気がするけどな。これスルーだな。これスルーした方がいい。そしてリフンが出てくる、いいでしょう。そして暴天荒の効果でさらになんか出てきた。セフラシューゴ来た、やばい。セフラシューゴ最強モンスター来た。でリフンからのガイザー効果でタツの落とし親を特殊化するぜ。そしてタツの落とし親の効果だよ。タツの落とし親の効果によってレベルをめっちゃ下げて、トークンを出すという効果をなんか一旦になんかすごいいっぱい発動できる。語彙力。そしてレベル1のタツノコトークンにレベル1のリフンをチューニング。集いし願いが新たな速度の地平へ誘う。光さすミッションで、ね、シンクロ召喚希望の力シンクロチューナーフォーミュラーシンクロン。シンクロ召喚成功時効果発動。カードを1枚取ろう。さらにタツの落とし親の効果発動。このモンスターの効果は1ターンに3回半ほど発動することができるぜ。そしてレベル1のタツノコトークンにレベル4のタツの落とし親をチューニング。シンクロ召喚希望の力シンクロチューナーアクセルシンクロン。アクセルシンクロンの効果を発動。アクセルシンクロンの効果によりシンクロモンスター1枚をデッキから墓地に送り、このモンスターのレベルを上げるか下げるかすることができる。俺はこのモンスターのレベルを1上げるぜ。そしてレベル1のジェットシンクロンを墓地より特殊召喚。力を借りるぜクローさんよ。レベル1のタツノコトークンにレベル1のジェットシンクロンをチューニング。こいつの召喚工場わかんねえ。シンクロ召喚現れよ。アサルトブラックフェザー雨隠れの作用。そして雨隠れの作用にレベル6のアクセルシンクロンをチューニング。集いし願いが新たに輝く星なる光さすミッションへシンクロ召喚飛翔せよスターダストドラゴン。さらにスターダストドラゴンにレベル2のフォーミュラーシンクロンをチューニング。集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く。光さすミッションへアクセルシンクロン将来せよシューティングスタードラゴン。シューティングスタードラゴンの効果発動。デッキトップを5枚めくり、その中のチューナーの数だけこのモンスターは攻撃することができる。そしてこのデッキはチューナーしか入っていない。うおーシューティングスタードラゴングエンダーバトルだ。シューティングスタードラゴンの攻撃第1弾スターダストミラージュ。第2弾何あシューガソンの効果なんかある。ちょっとバレルロードサベジョラの効果で一回向こうにしろ。うるせえ黙れうるせえ黙れ。てめえの効果は発動させねえ。うわー行けシューティングスタードラゴンスターダストミラージュスターダストミラージュス
ターダストミラージュ、スターダストミラージュ、うおー神ゲー、神ゲー。あー反動強そうだね、反動鬼ほど強そうだね、これこれはさすがに強い。なんか理想反動と言っていいね、これに関しては。でデステロドあるんで、まあ一応特殊召喚はできますから、ネオスペースコネクタいいでしょう。ネオスペースコネクタの効果は当たり前にハルララで止めていく。さあハルウララで止めて、さあネオスペースコネクタの効果通らない。さあどうする、墓穴はない、なるほど、墓穴はねえと。なるほど、そんな程度で終わりますか。あシェードブリガンダイン、なるほどね、シェードブリガンダイン、センス2体であれか、イゾルデルドですね、了解です。まあ、まだまだ全然こちらにはね、あの最強カードがいっぱい入ってますんで大丈夫ですよ。イゾルデ君の効果はまあ一応サヨシグレ打っときますか。サヨシグレ打って、で墓穴にわらし打てるんで、これ最強ですもんねこれさすがに強い。さあどうする、ない、オッケー、墓穴もない、墓穴もない。でこのターンイゾルデの効果発動できないため、背負いカードを墓地送ってモンスター特殊化することさえもできない。さあどうする、もう一回まあ打たれるとちょっと厳しいが、あでも一応あれか、あーオッケー、なんもない、なんもない、オッケー、ドロー、ジェットシンクロンいいだろ。これはさすがに一旦ジェットシンクロンか、わらしも使わねえか、わらし使わなさけどな、ジェットシンクロン、まあ言うてジェットシンクロンか、ジェットシンクロン攻撃表示召喚、そして手札に存在するボールの戦慄デストルドを発動、ライフポイントを半分支払い、このカードを特殊召喚、オッケー、なんもない、オッケー、相手なんもないぞ、いける、クリストロンハリファイバーをリンク召喚していくぜ、頼むからサレンダーしないでくれ、頼むからサレンダーしないでくれ頼むからサレンダーしないでくれ。さあハリファイバーの効果、こういうデッキのね一番の天敵は、ね、サレンダーなんですよね、はい、こういうデッキの一番の天敵はサレンダー。こう最後まで見てくれるや人にはね、ほんとグッドボタンをね500回ぐらい押したいんでね、ぜひね、コナミ様グッドボタンをね実装していただけると嬉しいですね。さあ当たり前にアウロラドンとかいう、なんかあまりにもやみすぎるモンスターが出てくる。こいつなんかあれですよね、なんか禁止ぶち込まれそうな匂いプンプンしますよね、どうでしょうかね。さあとりあえずラドンを、特殊召喚したことによって、ラドンじゃない、ラドントークンか、現実トークン特殊召喚したことによって文房具ゼゼロマンが帽子から特殊召喚される。そしてラドン効果発動、自身と文房具ゼロゼロマンをリリースすることにより自分のデッキから幻獣機モンスター対応特殊召喚、あらあら幻獣機オライオンお見てくれんじゃん、優しいなあいつ。とりあえず暴天候を出すね、俺は幻流星暴天候をレベル3のトークンとレベル2のオライオンでシンクロ召喚していく。そしてオライオンの効果により、あこれちなみにね、暴天候とトークン3体っていう盤面になれば OK です。はい、あとはもうなんかいろいろルートあるんですけどね、こっからはいろんなルートあるんですが、とりあえずオライオンの効果で一旦トークンが爆誕し、そして暴天候の効果によりデッキからリフンをサーチ、さらに暴天候の効果を発動、暴天候の効果により達の落とし親をお墓地のクリレベルを7に変更していく。そしてレベル3の現状機トークンにレベル7の暴天候をチューニング、新規の召喚現れろ、フールドバロネス、うわそして暴天候の効果と暴天候の効果によりデッキからリフンを特殊召喚していく。そしてレベル3の幻獣機トークンとレベル3の幻獣機トークンにレベル1のリフンをチューニング、シンクロ召喚、ジャリウスガイザーをシンクロ召喚、そしてガイザーのシンクロ召喚、ガイザーの効果発動、ガイザーの効果によりガイザー自身と相手のフィールドのカードを叩き割り、そしてガイザーが破壊された場合の効果を発動し、うるせえバロネスとウサギ、チェーン1ジャリウスガイザー、そしてチェーン2リフンの効果を発動、このカードを墓地から特殊召喚し、さらにジャリウスガイザーの効果によりデッキから幻竜族モンスター一体を特殊召喚できる、現れろリフン、さらにガイザーの効果によりタツの落とし親を特殊召喚、そしてタツの落とし親の効果を発動するぜ、タツの落とし親の効果により一ターンに3回までなんかトークンを出せるとかいうなんかぶっ壊れ効果、なんか意味不明に強い、意味不明に強すぎる効果。そしてレベル1のタツノコトークンにレベル1のリフンをチューニング、すごいし願いが
新たな速度の知恵へ誘う光さスミスだね。シンクロチューナー、フォーミュラーシンクロン、さらにフォーミュラーシンクロンの効果、カードを1枚ドロー。そしてタツノコトークンをもう1枚生成。そしてタツノコトークンにレベル4となったタツノオトシオヤをチューニング、シンクロ召喚、あらあらのアクセルシンクロン。そしてアクセルシンクロンの効果発動、アクセルシンクロンは一旦に一度シンクロンモンスター一体をデッキから墓地に送ることにより、そのモンスターのレベル分自身のレベルを上げるか下げるかすることができる。これにより自身のレベルを6にしていく。そして墓地に存在するジェットシンクロンの効果発動、ジェットシンクロンの効果により手札を1枚墓地に送り、このモンスター自身を特殊召喚できる。そしてあまりにも誰やねんすぎるモンスターをクローからパクってきたので、クローからパクってきたモンスターを使うぜ。俺はアサルトブラックフェザー、雲隠れの作用を新規の召喚。そして雨隠れだったわ、ごめん。雨隠れの作用にレベル6のアクセルシンクロンをチューニング。通道し願いが新たに回復をしなる。光さすミッションで新規の召喚、飛翔せよスターダストドラゴン。そしてレベル8のスターダストドラゴンにレベル2のフォーミュラーシンクロンをチューニング。スターダストは二度と渡さない。集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く。光さすミッションへアクセルシンクロー、将来せよシューティングスタードラゴン。シューティングスタードラゴンの効果、デッキトップをめくり、1枚目チューナーモンスター、2枚目チューナーモンスター、3枚目チューナーモンスター、4枚目チューナーモンスター、5枚目チューナーモンスター。つまりシューティングスタードラゴンこのターン5回連続攻撃可能。わあ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 、絡みつく時間振り切って限界まで。まあ、桜で頑張ろう。桜しぐれ、まあ、しぐれ打っておとれにして桜ですね。これは合金いいでしょう。合金エルドか。いやちょっとエルドめんどくせえな。エルドは若干のめんどくささある。ちょっとトラップカードやめてくれマジで。その手札が止まるで禁止くれ、できれば。うわーエルドリッチの匂いプンプンする。うわめっちゃ癖くる。うわーキモい、希少キッショじゃあキッショ、そんな癖る絶対神線あるやん。もうライトニングストーブとか入ってないよね、ハープル跳ねぼう人が絶対とんねえじゃんこれ展開。とりあえずクイックシンクロンなんか特殊化したけどなんかある。もうシールつかねえから僕いいや。クイックシンクロン特殊なんもねえ、なんもないぞ。なんだこれ、デブリドラゴン召喚はなんもねえな、マジでガチめになんもないぞ。なんだこれは極性してるよねあの人。あれ俺の目節穴じゃないよね。ハリファイバーリンク召喚してるけどなんかある。あさあハリ効果発動、え、なんもないぞマジで、なんもない。なんだあのステカード、え、何も反応しないことある。いや意味がわかんない、意味がわかんない、何が起きてるんだ。アウロラドンも通るかこれもしかして。え、ダダ通りなんだが、ダダ通りなんだけど、おいそんなことありえんのか。おいエレーナ展開全部通ってっけど、やべえ、なんか半信半疑ながらもなんかこんなところまで来てしまった。さあラドン効果発動、ラドン効果により文房具001とラドンをリリースして現住機トークンもこれもダダ通り、ダダ通りしていく。そしてトークンに、現住機オライオンもチューニング、新規の召喚ボール転向。やべ全部取れマジで2秒とかもねえし、なんかこれ特殊召喚反応系でもねえ、神線とかもねえぞこれ。こいつやばいな、何癖なんだこれ。全部なんか使えないってことある。なんかフリーチェーンでさなんか光るじゃん絶対に。何が捨てられてるのこれ。さあリフンをちょっとマジで意味わかんねえなこれ、ガチめに意味わかんねえな。とりあえず暴天候の効果発動する。で、まあ、一回ちょっと、バロネスで様子見に行きますか。もう何も反応ないからバロネスもダラ通りするんで、バロネスで1枚破壊して1枚無効にできるんで、まあ、実質2枚
相手の伏せカードは封じてるってことなの で、まあ、とりあえず暴天候の効果増する。さあさらに暴天候の効果によってリフムを敵から特殊召喚していく。さらにフルルトバラネスの効果を発動。フルルトバラネスの効果により伏せカードを1枚破壊していく。なんだそれは、必勝セイバリ、セイバリやばい。まさかこれあれか、攻撃反応系めっちゃくちゃらしいやつ。ガイザーは出してもガイザーで割ってバロネスで破壊できるから、いや結構強いけどこれで。ガイザーの効果発動、ガイザーの効果によりガイザー自身と相手の伏せカードを割っていく。さあ右側から順番に割っていくぞ。あそれびっくり箱な、このカード知らねえカードめっちゃ捨てられてんじゃねえかこいつこいつなんやなこいつ。さあリフムを特殊召喚していく。なんかわかんねえカードめっちゃ捨てられてんな、ちょ怖えな。これこれバロネス、バロネス一応いるから、でもまあ1枚伏せばまあ無効化してるみたいなもんなんですよね。で多分これシューティングスラスも破壊効果1回と無効にできるんで、まあセイバリがもう1枚伏せられていたとしても大丈夫。まあ、裏目はまああのバウンス系の効果とかなんですけどね。あとはこれサベージやった方がいいかな。これ一応ねサベージも出せんだよね。あのサベージバラネスが一応できるんですよ、これこの展開一応。いやでも俺は不動優勢、そんなモンスターは入っていない。俺はリボルバーじゃねえ、俺は不動優勢。行けアサートブラックウェザー、雨がかりの作用、そしてさらに竜の落とし親の効果を発動し、トークンを1体生成していく。そしてレベル1のトークンにレベル4の竜の子トークンをチューニング、新キロ召喚。集いし願いが新たな速度の知恵がどうのこうの、新キロ召喚アクセルシンクロ、アクセルシンクロのシンクロ、あれだろ、あのシンクロ召喚工場ねえわ。アクセルシンクロの効果発動、これなんかあれだよね、なんか漫画かなんかで使ってたかもよね、確かね、なんか OCG ストラクチャーみたいな。はい、で、レベル1のジェットシンクロ墓地の特殊召喚。いやあまりにも怖えな、なんか入ってるカードが入ってるカードすぎてあまりにも怖いが、一応無効にできるカードが1枚あるし、破壊効果は1回無効だからなんか強いと信じたい。いやこれサベージの方が強いけどないや俺はそんなことはしねえ。集いし夢の結晶を出していくしかねえ。俺の名は工藤雄星。うわクリアマインド、レベル8のスターダストラゴン、レベル2のフォーミュラーシンクロをチューニング。集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く。控えさせ道なれアクセルシンクロシューティングスタードラゴン効果発動。デッキトップを5枚めくり、1枚目チューナーモンスター、2枚目チューナーモンスター、3枚目チューナーモンスター、4枚目チューナーモンスター、5枚目チューナーモンスター。チューダーモンスターが5枚めくったため、5回の連続攻撃が可能。行けスターダストミラージュ決めキモすぎる、なんだこいつ攻撃反応しか入ってねえ、やばい、ここでチェスしてんのやばい、うわうわざっけんなよこいつ、なんやこのデッキ。